トリスタンダ・クーニャのエングレービングトリスタンダ・クーニャは、ポルトガルの探検家、海軍司令官。16世紀前半に、マヌエル1世を呼び、レオ10世に仕え、ポルトガル海上帝国の拡大に貢献した後、数密院議員となる。時折誤って、トリスタをディア・クニアとも綴られる。トリスタンダ・クーニャ諸島クーニャは1460年頃、ポルトガルに生まれる。 1504年に、初代ポルトガル領インド副王に押されるが、諸藩の事情により就任を辞退する。1506年には15隻から構成される艦隊の司令官につき、アフリカ東海岸及びインド沖合へと航海に出た。この時、いとこに当たるアフォンソでアルブケルケは、艦隊のうち5隻の船団の管理に当たった。この航海は、 公開貿易社団のためや電話のソコトラ島を征服し、現地に要塞を築くのが目的であった。艦隊はアフリカ東海岸のムスリム都市に攻撃を加えながら、ソコトラ島を目指したが、クーニャは途中南アフリカから 2816km 離れた南大西洋上に孤島を発見した。当時海が荒れており上陸できなかったものの、彼はその島々を、 自らの名にちなみ、トリスタンダ・クーニャ諸島と名付けた。諸島発見後は、マダガスカルやモザンビーク、バラワを経由して、ついに目的のソコトラ島へ上陸を果たした。1507年に発生したカナノオールホイには、クーニャ率いる11隻の艦隊が、ソコトラ島からの帰路偶然通りかかり、陥落寸前であった、ポルトガルの要塞を解放した。 この時の活躍ぶりにより、インドでは一躍名をとどろかせる存在となる。ハンノとその像使いクーニャは帰国後の1514年、マヌエル1世より、教皇レオ10世へ施設として派遣され、ポルトガル海上帝国の新たな征服に乗り出すこととなる。同年3月12日、140人からなる号車で、大きな施設団が、異国の野生動物とインドの富と共に、 ローマの通りをか歩する。その一行は教皇への献上品として送られた、ハンノという名の像を中心に、二頭のヒ数羽のオウムやナナメントリ、そして、インドの貴重な馬を連れていた。ハンノの背には、銀の白が乗せられ、その中に真珠と宝石で飾られたベストと金貨が、収められていた。教皇は、サンタンジェロ城でこれら献上品を受け取り、以後ハンノは、 教皇の朝愛を受ける。教皇もマヌエル王に贈り物をしたため、王は船一杯の高領で返礼した。そしてインド王から一頭の蔡を届けさせたが、その船はジェノバを機でナンパしてしまった。アルブレヒト・デューラーは1515 15年、この蔡をモチーフに規範が蔡を完成させる。クーニャ自身インド副王の職に就いたことは一度もなかったが、 その息子ヌーノダ・クーニャが1529年に第9代ポルトガル領インド総督となる。クーニャの墓はアレン・ケール郊外、オルハルボの教会に所在する。ありがとうございます。